はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの高橋です。今日はですね、なんとレショップ初の YouTube 配信ということで、皆さん期待が高まっている方も多いかと思うんですけれども、早速ご紹介していこうと思っております。ではですね、今日もゲストの方にお越しいただいております。レショップコンセプターの金子です。ニートのデザイナーの西野と申します。今回のテーマはですね、まずニートについてというところから触れていきたいんですけれども、西野さんから早速ちょっとご説明をお願いしてくださいますか。もちろんです。僕が始めたパンツの専業ブランドなんですけど、立ち上げが2015年の秋冬からですね。簡単に言ってしまうと、自分が欲しいパンツがなかったので、それを、自分で作ってみようから始めた、なんかこう、ブランドというか趣味みたいなところで始めた、今となってはブランドになってるんですけど、の、大きな括りでいくと、トラウザーズの専業ブランドですね。はい、僕の周りでニートを履いてる人結構多いんですけど。あ、本当ですか。多いです、欲しいと思ってるんですけど、なんか買いたいって思うタイミングで、自分のサイズなくて、いつも逃してます。でもなんかうち展開の時期がなんかちょっとおかしくて、春夏は12月から展開するんですよね。で、秋冬は7月から展開するんで、多分普通のブランドさんちょっと早いタイミングで、そのオールシーズン履けそうなものをまず展開するっていう。で、オンシーズンになると普通にあるんですよ、あるんですけど、そのシーズンのこのスタート時に展開したものがないんで、ないないと思われがちなんですけど、今とかも別に普通にあるんですけどね。あんまないですよねないんですね、やっぱりサイズによりけりなんですかね。サイズがけは多いっていうのがあるから、皆さんないないって印象は強いのと、そうですね。でも実際やっぱりもう完売の速度がやっぱ速くなってきてるんで、結構先頭ではない。そうです、なんかすごい並びてるっていうのを話聞くんですけど、僕発売当日にニート USA とか、あと、別注やらせてもらった時とかは。でもインラインの発売もどんどんやっぱりあれですね、上げた瞬間にインスタグラムとか、告知した瞬間にもうお客さんすぐ来店されるような現象が最近すごくて、入荷したらもうすぐ写真撮ってすぐ、すぐお客さんいらっしゃってみたいなことが。先ほどニート USA の話が出ました、あれもちょっとね、些細なきっかけというか、やっぱアメリカ大好きな西野さん、じゃあ、日本で作っていいもの見てるけど、じゃあアメリカで一緒に作ろうみたいな、そうですね、スタートして、思わぬ反響というか、すごかった。それが並んだんですよね、さっきの話。そうなんですよ、そうなんですよ、で、どっちかというとなんか僕らの、夢をというか、そういうのを叶えるためにただただ作ったものなんですけど、お客さんにもすごい共感していただけて、そんなこんなでね、アメリカ製が大好評で、その第2弾じゃないですけど、この海外生産シリーズみたいな、で、心の中ではね、西野さんとじゃ海外でなんか、一緒にそうやってものづくりするの楽しいし、ちょっとやっぱもう一回どっかの国でやりたいなってずっと思って。そんなきっかけってね、なかなかないからね。でもそれが急に降りてきたのが1年前でしたっけ。1年ちょいぐらい前ですかね。フリーマーケット僕西野さんと一緒にやって、その時に僕が出品していた謎のイタリア製のリーバイスっていうのがあって、まさしくこれの原型になるんですけども、本当にデニムでツータックでパンツポケット、そうですね、ちょっとフェインダーパンツがなんかデザインパンツになってる、そういう変わったのがあって、僕も気にしてたんだけど、とにかく履かないしいいやと思ったらすぐ買って。で、西野さんが履いてみたら、なんかもう、あれ、ニートに見えんなみたいな、なんかそのぐらいすごいハマってて、そうです。なんであれはだから出てないですよね。出てない。始まる前に僕、もう抜いちゃった。始まる前に、はい、あまりにも食いつくから、僕も若干、出さなきゃよかったかなって。思うぐらい内心
なんか結構良かったのかなこれと思って、でももしかしたらなんか僕もじゃあこれもなんかちょっと違うの履きたいみたいなのもあったのか分かんないけど、じゃあこれなんかもういっそのことをイタリアで作りませんかみたいな。では、まあ、もういいっすねー。そうそうそう。なんかアメリカの時はなんか西野さん工場知ってますか、はい、ちょっと僕も聞いてみますとかって言って金子さんとこう一緒に確かに探してる感はあったんですけど、イタリアに関しては僕何もないんで、あの金子さんがちょっと、ま、時間くださいねみたいな感じだったんですよ。そしたら多分2週間後ぐらいですかね、うん、カルーゾで行くかもみたいな。えっもう勝手に決めてるから。行けるんすかみたいな感じじゃないですか、もう僕からしたら。そうですね、はい、なんかもうぜひ行きたいっす。で行かせていただいた感じですね、うん、はい。カルーゾ、カルーゾ、カルーゾと、はい、先ほどがうるさいんですけど、はい、カルーゾってあの50年ぐらい今、あもう70年ぐらいなのか、続いてるあのファクトリーで、もともとはナポリでテーラーを学んでた創始者が、まあ、パルムに立ち上げたっていう、結構歴史もあり、今は大手のメゾンとかも結構一手に引き受けてるというか、やっぱテーラーの技術がすごくて、あのもう最新の機械もあるし、あの昔ながらのやっぱハンド、はいはい、そういった職人も用意してて、で僕らもね、あの工場視察しに行って見させていただいたんですけども、従業員もめちゃくちゃ多くて、でもうね、名だたるブランドの商品を作っていて、もともとその USA っていうのは、まあ、正直工場にそんなこだわらなかったっていうか、結果的にはすごくいい工場で、やっぱそこも大手のいろんなものを縫ってる工場だったんですけど、はい、じゃあイタリアってなった時にどうせならやっぱ工場にもこだわって、あの、ね、イタリアのものを作りってやっぱりすごく歴史もあって、まあ、すごくレベルも高くて、じゃあなんかその、ね、作る背景っていうのも何か今回打ち出せたらなっていうのがあって、僕らのこのパンツをなんかその原型以上に、で僕らも予想がつかないところのクオリティまで何か引き上げてくれるような、そういったところでやりたいなっていうのがあって、で西野さんにもそういうご説明をさせていただいて、今回カルーゾで作るっていうことになりました。なるほど、うん、こんなことなかなかできないですからね。いや本当そうっすよ。もうでもスラックスじゃないんだみたいなところも面白いですよね。原型がやっぱりデニムだったんで、けどもイタリアで作ってたとか、これからも作るっていうのが少しねポイントになってて、そうですね、でもまあカルゾで縫うんだから、あのやっぱりテーラードっていうかそういう技術が入ったものをになんかアップデートしてもらいたくて、だったら生地に関して もう最初からスーツ屋さんのデニムみたいなものってないんですかっていうのをもう向こうに問い合わせて実は探してもらったっていう生地。デニムなんかあんのかなとか思いつつも、そうですね、でもちょっとねカジュアルのそういうドレスのところって、まあ、今いろんな種類のものがあるし、まあ、ひょっとしたらあるんじゃないかなと思って、でもたった一つ出てきたのがもうこれだったんですよ。たった一つなんですか。いろいろまあそれでも出てくるのかなと思ったら、もうこれだけ出てきて、しかも2色でしたよね。そうです。そうです。そうなんです。なんかブラックデニム、まあ、インディゴみたいな、もうぴったり出てきて、でかつ僕らが目指したのはやっぱ春夏での展開だったので、あんま暑すぎても嫌だなって思ってたところにちゃんとコットンリネンで、そうですね、あのまさにシーズン的には春夏に適したようなものができて、でスーツも元も、まあ、スーツも縫えるような生地なので、あのじゃあ今回もスラックス仕様というかトラウザース仕様を全然作れるだろうっていうまあ予想もあって、まあ、今回お願いした。まあ、ニートといえばね、はい、このマーベルト仕様、はい、ブレスで使われる、はい、あのこのランボリーティーズですね、はい、まあ、この辺ももう当たり前に向こうがこうしちゃおうみたいな、ね、あそうですそうです、ね、もう分かってるよ、そう、はい、どうするみたいな、こっちで用意しようかみたいな、もう、はい、
なんで、あの、アメリカの場合は、マーベルトも全部日本から送ってますもんね。ね、あ、そうですね。でもこれはもう全部向こうで、もう、プロ中のプロですね、これも。はい。やっぱあれですね、アメリカはどっちかっていうと、日本で普段捨てられてる感覚と、そうですね、そうですね、そうですね。こっちから。そうですね、そうです、そうです、そうです。はい。でも、これはもう本当に、もう絶対いいのできるなっていうのは、行った時に、なんとなく、ね、思いました、はい、思いました。ね、ここなんか一番僕は面白いなと思ったんですけど、当然なんか元のやつはこんな風に裏地なんかついてないんですけども、はい、ポケットの裏に勝手に1枚生地を入れてくれて、あ、確かに、はい、これどういう、ね、意図を持ってやられたのかわかんないですけども、なんか上がってきた時なんか白いのがチラチラ見えるなと思ったら、実は裏にちゃんとお強度が出ていて、多分ここのチラ見せみたいなところも彼らのちょっとした、まあ、見せたいディテールなのかなっていうのと、はい、あとはやっぱりちょっと補強的な意味合いもあるのかなと思うので、やっぱどうしてもね、このトラウザーズ仕様だとガンガン履くのちょっと躊躇しちゃうと思うんですけども、そうっすね、こういうところ、はい、一番ね、やっぱジーパンとかでも破けやすい、そうですね、そうですね、なんかめちゃくちゃ分かってんなって、そうっすね、さすがの僕らも浮かばないし、そうっすね、でも僕はやっぱこのカットですね、うん、ちょっと驚いたのはやっぱりめちゃくちゃ綺麗なと思いました、ね、はい、割とこうねちょっとカクカクする、うん、しちゃいそうなんですけど、めちゃくちゃ綺麗ですね、はい、めちゃ綺麗ですよね、やっぱ元のやつに比べてもなんかだいぶエレガントちょっとオリジナリティありますよね、はい、こんなんじゃないですあ、もっとなんか、はい、イタリアといえばやっぱりちょっと色気みたいなとものづくりにやっぱりあって、まあ、このね、レイカスもそうですけども、はい、この辺はかなり色っぽいなっていうね、色っぽいですよね、はい、色っぽいですね、はい、あとこの立体感とかもそうですけども、はい、まさかあのパンツがこんなになる、そうですね、うん、はい、最高ですね、これならあれじゃないですか、はい、第一発目のニートが、ああいいっすね、今まで買えなかった、はい、インスタライブ僕見てたんですけど、はい、その時にもお二人ご説明してくださってたじゃないですか、はい、もうどうやったら買えるんだろうってことばっかり後半考えてて欲しすぎて、まあ、しかもデニム僕もともと持ってなかったんですよ、はい、あんまり履く機会なくて、で振り切り1本持ってる程度だったんですけど、はい、これはもう、まあ、30今僕2歳になって、はい、ちょっと大人のデニムとして間違いないアイテムだっていう、そうですね、大人のデニム、うん、いいですね、大人のデニムアダルティーな感じですよ、はい、はい、いいワードいただきましたね、今、はい、いいですね、あとこのね、ネップ感のある、そう、ね、そうですね、これは非常に気に入ったポイントでもあると思いますね、はい、というわけでですね、今あの3人実際にニートを着て着用してるんですけれども、めちゃくちゃたまらないですね、この着用値、ありがとうございます、通常のニートとどういったところが違うんですか、そもそもなんですけど、はい、あのこのウォッチポケットがないんで、この4ポケですけど、この5ポケの形をうち 今までやったことなくて、あ、そうなんですか、なんでそれがまず初ですね、なので形で言うと多分タックの分量とかも含めて通常のニートよりは、ボリューム感はシュッとしてるかもしれないですね、なんかそんなにこう別にコンパクトな感じでもないでもないよね、はい、なのでこう割とこうニートを履いていただいた方とか、まあ、初めての方でも多分こうお尻が突っ張ってとかどうのこうので問題かかるような感じではなさそうなシルエットではありますね、でもトラウザーチームそうっすね、なんでなんか今まで なんかこうやっぱりトラウザーズブランドって言ってた手前もあってやりたいなと思ったことはあるんですけど、カジュアルにやっぱなりすぎるなっていうのが自分の中で結構こう引っかかってたんで、なんか今回みたいなイタリア製のしかもカルゾを作ってもらってみたいな形だとこう入ってきやすかったんですね、今までその、割と普段の、ね、インラインというか今までのものって多少癖があるというか、よくもあるかも、
ぱりすごくね、ニートっていうフォルムなんで、そうですね、逆にそこに抵抗感がある人必ずいたと思うんですけども、おそらくそういった方とかでも履きやすい、なんか適度なところに落ち着いたのかな。そうですね、そうですね、なんかまず1本目にこちらをっていうのはすごくいいのかもしれないな。そうですね、はい、しましたね、はい、ちょうど履いてるシューズというか履き物も三者三様で違ってて今日いい感じですね。そう、そうですね、あとね、T シャツ、はい、シャツに、あ、本当ですね、シーズンも問わずね合わせられてるんで、うん、そうですね、なんか思いのほか万能っていう、万能ですね、万能そうですね、そうですね、うん、何気にこのポケット機能的じゃないですか、はい、確かに思いました、これなんかこの手の角度に、そうですね、これいいですね、これいいです、はい、普通の5ポケットの間ちょうどやばいですね、そこになってるのかな、ね、かもしれないですね、はい、ですね、今ナビゲーターの高橋は身長が172センチでして痩せ型体型ですね、で履いてるサイズが44で、デニムの通常のものでいうと大体なんですけれども29から30インチのサイズ感ですねを着用しております。レショップ金子は身長170センチ、中肉です。サイズは46を履いています。デニムでいうと31インチか32インチぐらいを普段履いています。ニートの西野です。僕は175センチ、体重が、多分68キロぐらいですね、多分一般的な体型だと思うんですけど、僕は、48のサイズを履いています。普段は、デニムで、33インチか34インチぐらいですかねを履いています。この間ね、インスタライブを金子さんとやらせていただいて、はい、一番でも質問多かったのはやっぱりサイズですかね。そうですよね、まあ、さっきのやつ良かったですよね。なんかすごい分かりやすいなと思うんで、なんかあれ参考にしてもらえたらなと。そうですね、はい、思うんですけど、あとは丈ですね。丈ですね、丈問題ね。これは以前も、はい、ね、あちらで、あ、そうですね、肘の丈が、はい、そう、そうですね、やりましたよね。あ、そうですね、そうですね、微妙にあれ好評だったんですよ。そう、そうですよね。あれってやっぱ気分でやっぱりちょっと変わってくるみたいなところもあって、僕あの時よりはもうちょっとだけ長くなったかもしれないですね。ジャストに近い、ちょい短くぐらいですかね。確かに、はい、足の丈結構短く、結構短かったんですけど、なんか最近はもうちょっと長くなってきますかね。あと裾は、僕は最近はダブルよりなんかシングルの気分になってきましたね。なのでインラインの自分のパンツも基本シングルが多いですね。加藤さん、どうですか。僕はもう変わらずですかね。やっぱ、はい、ちょっとクッション、大体ちょっとクッションさせて、はい、そうですよね。でやっぱシングルで、クッションのシングル、はい、うん、パリに関してもまあ変わらずこの感じですかね。感じだとは思いますけど、はい、ちょっと短くしてもいいかもしれない。あ、そうですね、それだけで多分全然印象違いますよね。はい。西野さんは？僕でもどうですかね。でもやっぱりでもとはいえ こんな感じで、ね、じゃあ、まあ、ノークッション、ノークッションジャストがちょっと短いぐらいですかね。はい。お直してどういったところでされますか？僕でも割と事務所の近くの直し屋に持って行ったりとか、あとはパターナーさんにお願いしたりとか、まあ、そういう感じが多い。ですけど、僕はなんかもうせっかちというか、はい、すぐ上げたいんで、はい、もう近所の早いところで、そうっすよね、なのでなんか確かに多いんですよね、どこがいいですか、ね、
多いですね、はい、そうなんですよ。確かにそれやる方によっても、まあ、もちろんあれとあると思うんですけど、まあ、僕はまあそこまで気にしなくて、あの近くのところで、うん、とにかく早く履きたいみたいなところを重視されていいのかなと思います。はい、ですから僕も特に失敗の経験はないの で、 そうです。はい、こちらのニートイタリーの販売時期についてなんですけど、いつ頃になりましょうか。はい、5月23日土曜日11時から発売が決まりました。で、今回はレショップの公式通販サイトのみの発売になります。はい、はい、ではいかがだったでしょうか。こちらのスタイルバイルドームではファッションに関するものやことを配信していきますので、もし気になった方はチャンネル登録とよろしければ高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。